コチュジャンで辛味を加え、大人向けのひな祭りレシピに仕上げました。ハマグリの韓国風焼きをご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まずハマグリは砂抜きをします。包丁で殻を開けます。身を取り出します。難しいようであれば少し蒸してから取り出しましょうね。塩水で洗いましょう。振り洗いしてぬめりや汚れを落とします。身のところどころに包丁で切り込みを入れます。こうすることで火を通した時に身が縮むのを防げますよ。混ぜ合わせた材料 A で下味をつけます。ニラと長ネギは細かく刻みましょう。フライパンにごま油を熱し、ハマグリを炒めます。ニラと長ネギと赤唐辛子も加えてさらに炒めましょう。おつまみにぴったりの一品です。ぜひお試しください。